はい、オルガンライフです。皆さん、パソコンのデータ、まあ、どういう風に保存してます?まあ、ちょっと意味がわからない。マイドキュメント、カメラロール。いわゆるパソコンの中ですね。ただ、パソコンの中、危ないです。不注意でパソコンを落としたら、データも壊れてしまいますね。取り出せないこともないんだけど、データサルベージと言って、何十万とお金がかかる。だったら今流行りのクラウドストレージ。Apple だったら iCloud。Windows だったら OneDrive。ただクラウドストレージ。容量に限りがあるんですよね。少ない写真、文章。そのぐらいだったらいいんだけど、写真をいっぱい撮ってる。動画をいっぱい撮ってる。スマホの普及によって、普通の人でもいっぱい写真撮るんですよね。iCloud とか OneDrive で警告出てないですか?いっぱいになりましたのでストレージ買いましょう。まあ、あとは動画ファイルとか、もう最初から大きいもの。そういうものはクラウドにバックアップ取られないんですよね。まあ、その時どうしたらいいのか。あ、外付けハードディスク。確かにそれも賢い選択ですけど、普通のハードディスクだと、それも壊れる可能性があるんですよね。まあ、ハードディスク、中で円盤が回ってます。意外にコンピューターの中でローテクなんですよね。ソリッドステートとか電子化とか、まあ、いろいろ言われてるのに、ハードディスクは回ってるんですよ。ちょっと誤用ですけど、アナログっぽいんですよね。だからそういう機械的に動くもの、壊れます。だったら方法ないのか。ありますよ。レイド。あ、ハードディスクいっぱいつけて、自動的にバックアップとか取るやつ。まあ、その通りですね。ただ、レイドって難しいんじゃないか。何かややこしそうだな。これ、パソコンにハードディスクをつける程度の知識があれば、簡単に使えるもの。今回、オリコから提供を受けた、5個ベイがあるレイドですね。これ、ハードディスク5個入れて、5個でバックアップ取ります。だから、信頼性が5倍ですね。安心してデータを保存できますよ。というより、本当に簡単なのか。簡単ですよ。外付けハードディスクをつけた人であれば、特に問題ないですね。もう私使ってみました。ちょっと大きいですね。重たいです。ハードディスク、私が持ってる4つこの中に入れてるんですよね。どうして5個入れなかったのか。私ハードディスク4つしか持ってないからですね。使い方。まずこの電源ケーブル。これを接続。次にここに USB がありますので、ここをパソコンに接続します。次にハードディスクを入れる。もうすでに入ってるんですけど、パソコンショップとかでこういう形のハードディスクを買ってくる。自作 PC 用ハードドライブ。ベアドライブとも言いますね。これを入れる。これドアを閉める。ロック。これだけですね。そのまま入れるだけです。で、これだとちょっと不安ですので、ここを付属の六角レンチでロックすることができます。完全なセキュリティじゃないですけど、不用意に開けちゃう。そういうところがないですね。これ自体奪われたら、セキュリティでも何でもありませんので、これは、部屋、厳重に管理してください。全部で5個入りますね。で、5個入ったら、次にレイドの設定。まあ、レイドっていっぱいあるんですよね。代表的なものがレイド0。それとレイド5ですね。まあ、他にもありますけど、今回は割愛します。まず、安心を守りたい場合、レイド5ですね。レイド5、3つ以上のハードディスクにデータを分散的に書きます。その中の1つが壊れても、後の2つで頑張ってデータを保管してくれます。ハードディスク1個だったら、それ壊れたらもうおしまい。ただ、レイド5ですと、その3つのうちの1つが壊れても、動き続けれます。だから、耐久性が3倍になったと同じですね。3つ同時に壊れることはないですよ。5個入れとけば完璧ですね。5個入れといて、レイド5に設定しとけば、まあ、耐久性5倍ですよ。まあ、1個壊れたら、あ、なんか問題あるなと思って、その時考えればいい。あ、そうだ、レイドの設定。その設定がめんどくさいじゃないか。それも簡単です。後ろにスイッチがありまして、イラスト通りに設定します。レイド5に設定したければ、レイド5のスイッチ設定をして、そしてセットボタンを押しながら電源入れます。
そうするとピーとなります。これで設定完了ですね。このハードディスク、0度後で認識されます。あとはパソコンに接続すれば、大きな1台のハードディスクとして認識してくれますね。Windows でしたらディスクの管理で割り当てできます。あと、0度。こちらは信頼性というより、とにかくスピードです。レイド0ってものがあるんですよね。ハードディスクのデータを並行して書くことによって、スピードを上げる方法ですね。理屈上5倍まで上がると言われてるんですけど、そこまでは上がらないですね。ただ速度は上がりますね。その代わし信頼性が5分の1になります。1個壊れたらデータ消えちゃいますから。まあ普通にデータを家庭で守りたい、そういう人はレイド5、とにかく早く大容量のハードディスクを使いたい、そういう人はレイド0ですね。ちょっと2つの目的でブレましたけど、一番多いのがレイド5。大きなデータを扱ってる家庭とか、あとスモールオフィス、個人事業主。こちらを1個机に置いといて、自宅で作業するときは、このハードディスクの中のデータを使う。それ持ち歩くときは、一部のデータだけを本体のドライブにコピーして持ってく。そういうことができますね。それとあと、1日に1回、パソコンのハードディスクの内容をこちらにバックアップ。とりあえず終わった案件も捨てちゃわずにこの中にバックアップ。ハードディスク、例えば 3TB のハードディスクを5個入れる。その場合3515で 15TB ですけど、レイド5にするとデータのバックアップ、いわゆるパリティ、その部分で少し容量が減りますので 12TB ですね。 12TB あれば動画とか写真を扱ってなければ一生分のデータが入るんじゃないですかね。まあ、あと動画とか扱ってる人、ある程度のプロジェクトまとめて入れられますね。あとレイド5、遅いと言ってもハードディスク1個より早いです。だから作業用ドライブとして事務所に戻ってきてからこれで使う、自宅に戻ってきてからこれを使う、できますね。あと実際測定してみました。ハードディスク1個だとこの程度のスピードなんですけど、レイド0にするとこのぐらい、レイド5にしてもそんなに遅くないですね。パソコンに外付けハードディスクをつけた人であれば特に問題なく使えますね。まあ、ちょっとこれでも難しいよ、そう思った人は設定だけできる人に任せてください。周りでやってくれる人いるんじゃないですかね。一度設定してしまえばあとは USB のケーブルでつなげるだけですからね。まあ、あとこちらソフトをダウンロードすることによって設定をパソコン上のウィンドウからできます。そちらで設定するとより柔軟に運用できますね。このハードディスク2つをレイド1、あとの3つをレイド5、そういう構成もできますね。まあ、あと単にドライブを5個入れて5個別々のディスクとして認識する、そういう使い方もできます。レイド、家庭でのハードディスクのバックアップ、もう今は手軽にできるようになりましたね。レイドの構成もスイッチの設定だけでできる。ハードディスクドライブの取り付けも工具不要でできる。配線は電源配線と USB ケーブル1本だけ。楽ですよね。データ、クラウドが守ってくれる時代ですけど、大量のデータはクラウドでもまだまだ厳しいです。だから手元のデータ、ぜひこの5個ディスクの入るオリコのドライブ、こちらを使ってみてください。もう今、データが消えたらあなたのビジネス、傾きますよ。思い出の写真、なくなったら嫌ですよね。まあ、あと過去の仕事の履歴、すべてこの中に入れとけますので、10年前を振り返ることも楽ですね。DVD とかブルーレイのような、光ドライブに書くという方法もありますけど、まあ、いちいちファイルから持ってこないといけない。まあ、めんどくさいですよね。こちらだったらすべてを入れとけますからね。パソコン上で検索もできますからね。だからすべてのデータを手元に持っときたい人。パソコンのキーボードからすべてのデータにアクセスしたい。そういう人はぜひこちら使ってください。使い方は本当に簡単ですよ。ということで、バイバイ。